こんにちは、ナビゲーターのシルバーです。今回はメッセージの後にガイアのアセンションのお話があります。よろしかったら最後まで見てくださいね。では、早速今回のメッセージを見てみましょう。新地球にワクワクしてください。九次元アクトリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。とても大勢の人間が自分の中の安定と希望の心の拠り所に戻ってきているのを見て、私たちはとても嬉しく思っています。人間の集合意識のそういった中に何らかの変化があれば、私たちは気づきますが、最近多くの人々の魂が肉体にグラウンディングされ、地球上で何が起こるのかというワクワクする興奮にアクセスしていることに気づきました。私たちはあなた方が自らの世界で非常に苦労している時期を過ごしているのを知っています。そしてそれは今や1年以上続いており、大半の人々の想定外に非常に長くこのパンデミックがあなた方全員に影響を及ぼしています。逆境に対峙して乗り越えた結果として、皆さんは真の自分にますます近づいていることを私たちは知っています。しかし、人類にとって霊的精神性のある成長がしばしば人類のゴールではないことも私たちは理解しています。人々は快適さ、近未来予測、喜びを求めています。人々は愛、豊かさ、自由を求めています。そして、あなた方の世界では、かつて当たり前だった多くのことが、最近では得難いものとなっています。大半の人々にとって、夢を追うこと、あるいは、人々が慣れ親しんだ生活様式で暮らすことさえも、ずっと難しくなっています。さて、皆さんがトンネルの終わりに光を見出せていることから、パンデミックが浄化にどれだけ人類に貢献したかが、私たちにはわかります。パンデミックによる影響は、人々に優先順位をもたらし、自分自身、人間関係、仕事、選択を検討するようになりました。そもそも、あなた方が、パンデミックを共同創造した理由は、そこにあるのです。皆さんは、自分自身と、自らの人生を評価するために、まったりして過ごしたり、場合によっては、立ち止まったりすらしたいと思っていました。そして、非常に多くの人々が、自分のルートチャクラから、非常に多くを浄化した、今、新社会と新地球を、一から構築する準備が整っています。皆さんは、安定性が、もっと、大幅に向上します。なぜなら、皆さんは、自分のルートチャクラにあった問題、トラウマ、そして、滞ったエネルギーに直面することを余儀なくされていたからです。そのような、強固な基盤により、集合体として、また、この人間の集合体の中での個人として、あなた方は前進するでしょう。
そして、皆さんは、五次元の惑星上の、五次元存在としての人生が、どのようなものになるかを、表現し始める世界を想像するでしょう。しかしながら、今は、ワクワクする時です。なぜなら、こういったすべてが始まって以来、皆さんが起きている間も、眠っている間も、共同創造してきたものがあり、皆さんは、生活のペースを落とさざるを得なかったからです。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは、皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、過去記事から一部抜粋してご紹介しますね。地球の魂、意識であるガイアそのものは、2019年1月頃に人類より一足先に 5D にアセンション、シフトしました。今、何をやっているかというと、二つあり、一つ目は、5D の地球を人類や地球外の存在たちと共同創造してこうだったらいいなぁと思う地球になるように構築システムを作っています。二つ目は物理世界しか見えなくなっている人間や支配したい存在を何とかすべく物理次元にしがみついている人間の意識を上げるためにいろいろな事象が起こされています。本当に残すは、人間の意識レベルの変革のみ、となってきています。そして、地球人は過去、何度か、アセンション、シフトに失敗しています。26,000年かけ数回でしょうか？今回は、地球、ガイアが先に、5D にアセンションしました。波動、周波数を上げてくれている人類待ちの状態です。過去のメッセージにありましたように、意識の拡大が起こるのが迫っています。寝ている方々、または 3D 居残りを決めた方々は、次は違う若い星で、地球年月に換算して、26,000年かけ3回の輪廻転生で学びを終えた後アセンションと言われています。学び足らなければ別の星へと行きます。自由意志のもと選択をしてください。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。